痩せるチーズケーキってご存知ですか？ダイエット中でもチーズケーキ食べたいですよね。ぜひ食べながら痩せたいという方は最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる濃厚チーズケーキ神レシピ。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのチーズケーキで痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、食べて痩せる濃厚チーズケーキの神レシピ、材料、作り方、食べ方注意点、この順番でお話します。では1つ目の項目です。なぜこのチーズケーキで痩せるの、ということで痩せるポイントが3つあります。1つ目、このチーズケーキの材料すべてがあなたの腸内環境を整えてくれる材料でできているからなんですね。これすごい。なぜかというと、根本的に痩せ体質になっていない限り何をやったってダメです。待っているのはリバウンドです。なぜか腸内にデブ気がいるまま頑張ってもダメなんですね。もうそれはもう努力が無駄になります。じゃあどうすればいいかっていうと、あなたの腸内環境を痩せ菌と呼ばれる善玉菌でいっぱいにしてあげたらいいんです。でそのためには痩せ菌たちが喜ぶ材料を入れてあげること、お腹へってことですね。なのでまずは腸内環境を整えるチーズケーキだから。そして2つ目、このチーズケーキなんと脂肪燃焼効果があります。いいでしょう、お楽しみに。そして3つ目、栄養バランスが素晴らしいんですね。なぜかというと、その栄養が取れていない方っていうのは太ります。なぜか痩せるホルモンの材料がないから。なので例えば野菜ばっかりとかフルーツばっかりとか、そのばっか食べしてる方とかね、極端に食事を減らしてる方、そういった方は痩せホルモンを作ることができないから逆に太っていくという悲しい、その負のスパラルへとね入ってしまいますから、しっかり食べながら栄養は確実に取りながら痩せるという、もう健康で綺麗に痩せていただきたいなと思います。では2つ目の項目です。ここからは痩せる神チーズケーキのレシピということで、その材料が持つ痩せる効果、そして材料、作り方、食べ方注意点、この順番でお話しますね。まず1つ目の材料はじゃじゃーん、こちらです。これ私がもう大好きな、あのオイコスのヨーグルトなんです。かっこプレーンタイプです。これはもう絶対にプレーンタイプのみが痩せるオイコスヨーグルトです。それ以外はあの余計なね、まあ、白砂糖とか添加物とか人工甘味料とかね、香料とかいろいろね、まあ、要は余計な添加物が入ってますから、もうぜひ買うときはこのオイコスのプレーン砂糖不使用タイプを使ってください。でこの無糖オイコスヨーグルトはですね、まあ、普通常のヨーグルト、まあ、カップヨーグルトのね約3倍のタンパク質量 12g も取れちゃうんですよ。これすごいことです。めちゃくちゃコスパいいでしょ。3つ食べるより1個で済みますからね。そして腸内環境を整える発酵食品ですし、あの脂質がゼロで低カロリーでございます。これ1カップあたりですね71キロカロリーになります。では2つ目の材料はこちら、卵になります。私はの三色卵をね、あのいつも決まったお店で購入してるんですけども、皆さんもできればねいい卵を買ってあげましょう、ご自分のためにもね。そして卵っていうのは食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養がギュッとこの1個にね入ってるわけです。もう完全栄養食品って呼ばれてます。でこれ1個あたりですね、まあ、76キロカロリーということなんですけども、タンパク質量が 6.2 グラムなんですよ。もうここでもしっかりとタンパク質取れますから丸なんですね。なぜかというと、タンパク質量がある一定量をちゃんと取れない限りあなたの食欲が収まらないからなんですよ。ですからしっかりと痩せたければ、まず良質のタンパク質を取ることから始めましょう。そして3つ目の材料はこちら、蜂蜜になります。基本どこのものでもいいんですが、無添加、もうほんと蜂蜜ピュア 100%蜂蜜ですね。はい、 100% ハニーでお願いします。で蜂蜜ってすごいんですよ。アミノ酸が豊富でね、脂肪燃焼効果があります。なのでこのチーズケーキを作る時に蜂蜜がなかったからといって白砂糖なんて絶対に使っちゃダメです。太りますよ。腸も冷えますし、胃や腸の動きがピタッと止まります、白砂糖は。ですから良くないので、必ず甘みが欲しいなって時はこういった無添加の蜂蜜とか、もしくは代用されたいんでしたら、あの国産のあの天才糖とか、あとはあのメープルシロップとかね、代用していただいても OK です。で蜂蜜はオリゴ糖とかグルコン酸が入ってるから、これがまた腸内環境がね喜ぶものなんですよ。しっかり整えていただいて、あと栄養価も高い、
ポリフェノールも入ってますから、脂肪燃焼効果がここであるわけなんですよね。では4つ目の材料はこちら、大豆製品ということで、今回はこのおからパウダーを使っていきます。で、今私が気に入ってますのはこちら、豆腐湯葉専門の日の出屋さんが出してくださってる豆腐専門店が作ったおからパウダーということで、何かっていうと、あの国産の福豊大豆を 100% 使ってくださってるこのおからパウダーが気に入って使ってますが、あの何でもいいですよ。国産の大豆でできているおからパウダーでしたら、基本どこのメーカーさんのものでもいいと思いますので、皆さんのね、購入しやすいおからパウダーを使ってみてください。で、こういった大豆製品はですね、腸内環境を整いますし、私たち女性にとって嬉しい女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをするこのエサフラボンがいっぱい入ってますよね。そうすると脂肪燃焼効果だったり、コレステロール値を下げてくれたりね、もうそういったこういいことがいっぱいありますから、ぜひね、年々年を重ねると女性ホルモン減っていきますから、こういったエソフラボンを外から摂取していきましょう。で、食物繊維も豊富、高タンパク低脂質ということで、大豆オリゴ糖も取れちゃうんですね。こういった良質の大豆製品を日々上手に取っていきましょうね。そして最後の材料5つ目はこちら、抹茶になります。はい、こういった抹茶ですね、できればあのこちら有機栽培のね、お抹茶の粉末です。農薬たっぷり振りかかったね、お抹茶は良くないので、でぜひぜひですね、こういった有機栽培のお抹茶を購入してみてください。これ私、鹿児島県産のね、美味しいお抹茶手に入ったので、今回これを使っています。で、抹茶はもうすごい、もう脂肪燃焼効果も高いですし、油の吸収をね、抑えてくれる効果があるんですよね。で、また2種類の食物繊維がなんと同時に取れちゃうっていうことと、あとカテキン効果でね、やっぱり体にとっても健康にとっても良いので、この抹茶の粉末を上手に使っていきましょう。ではここから材料のお話です。今回お伝えしたいのは腸活チーズケーキということで、材料、まずこのオイコスヨーグルトプレーンタイプを1個、卵が1個、そして蜂蜜でしたね、はね、25g 準備しましょう。そしておからパウダーが 5g、 そしてできれば有機抹茶ですねを、パウダー 10g、 5つの材料ご準備ください。ではここから作り方になります。1、ボウルに先ほどお伝えした材料1つ、もう全て入れていただいてね、うわーっとよくよく混ぜていきましょう。そして2つ目です、クッキングシートを敷いた耐熱容器にこのね、材料を流し入れていただいて、500ワット2分レンチンします。で、このクッキングシートを敷く、まあ、コツなんですけども、まあ、こういったね、シートがあって、こうやってこう入れたじゃないですか。で、このままこういった耐熱容器にこう敷くとね、浮いて難しいので、あのこうやってぐちゃぐちゃって、こうやってぐちゃぐちゃってすると馴染みます、器に。なのでね、こう豪快にぐちゃぐちゃっとしていただくと、この容器にこうやって引きやすいので、こういった形でぐちゃぐちゃっとね、してから引いてみてくださいね。はい、そして最後3つ目です、レンジから取り出しましたら、お皿に取り出していただいて、仕上げにね、またお好みでこの抹茶パウダーをパラパラっとかけるとね、もう映えます、美味しいですしね、ぜひ試してみてください。では最後に美味しい食べ方注意点をお伝えしますね。もうたった一言で言います、冷やさないでくださいレンチンしたらそのまんま常温ホットで召し上がってください。一番この食べ方が美味しいですし痩せます。なぜかというと、冷やして冷たいのを食べてしまうと腸が冷えて代謝が落ちて太ってしまって逆効果ですから、ぜひそのまま常温かホットで召し上がってくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット中でもストレスがかからないように、たまにはね、美味しいチーズケーキ食べたくないですかと思いまして、美味しい手作り無添加の痩せるチーズケーキご紹介しました。ぜひ作ってみてください。またコメント欄にご感想などいただけるとめちゃくちゃ励みになります。それではこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただきますととても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。